愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ。先週からリスナーの方からいただいたね、Google フォームでいただいた相談にまずね答えていくっていうのをやっておりますので、まずそこから参りたいと思います。今週はラジオネームプルントさんからいただきました。福島県の方ですね、ありがとうございます。相談に関してなんですが、私は県立高校入試に失敗し私立の高校に行くことになり、その高校でも楽しんではいるのですが、受験に失敗したことを気にしてしまいます。何かお言葉をいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、ということでございます。まずね、Google フォーム入力の方ありがとうございます。でですね、まあまあこういう質問というか相談はもちろん塾講師をしてた時もありましたし、まずね、まずよ、気にしていいんだよって思ってください。これ例えば失敗したこと、まあ受験は、まあ、失敗っていう表現あんま使いたくないんだけど、あえて使うね、失敗だったりとか、じゃあなんかの大会とかさ、発表会とかで失敗したともあるわけじゃん、うまくいかなかったことで、それを気にしちゃダメみたいな、だから過去の失敗経験を気にしちゃいけないっていうのはね違うと思ってて、いや気にするってあって俺36年間生きてきたけど、まあ、数々の失敗があるわけよ。多分失敗経験だったらみんなには勝てるからさ、その、まあ、経験値的なところで言うとね。で、まあ、気にしてるけど、告白して振られたの気にしてますけど未だに。だからいいんだよ、そう、いや普通だよねって。だからそれだけ真剣にその受験勉強に取り組んできたからこそ、失敗とかうまくいかなかったことを気にしてるんだよっていうのをまず思っててほしい。で、あと、まあ、今回ね相談いただいたことをちょっとこう違う面から見てみると、まずさ、うまくいかなかった、でもその高校でも楽しんではいるのですがって前提が書いてあるでしょ。すごくない？だってさ、自分の中ではさ、こう悔しい気持ちは絶対本人プルントさんが一番持ってる、なのに楽しんでは入れてるっていう面をちゃんと見れてるんだよ。そこ見れない人いっぱいいるんだぜ。そう、もう無理、もうやっぱ違う、この子違うって思ってる方がたくさんいる中で、ちゃんとそこは思えてる、もうすごいと思う俺。いや本当ね、お世辞抜きにそう思うんだよね。そうだから、まずそこを思っててほしいし、さっきも言ったように、その気にするってのは当然だよって。そうだから、そうやって俺過去のことをさ、うじうじというか、たまにこうさフラッシュバックする場面ってやっぱあるわけよ。でそのフラッシュバックする回数はもちろん減っていくんだけれど、でもその過去にうまくいかなかったことを思い出して、じゃあ例えばそっからさ、悔しい気持ちとかも思い出せるわけじゃん。で例えば、これからね、今高校生活を送っていく中で、じゃあ受験勉強、また大学受験をするかもしれない、その時にあの時の悔しい気持ちがリアリティを持ってまた思い出せたら、ああはならねえぞっていうモチベーションの元になるかもしれない。物事っていうのは、プラスに持っていこうと思えば、まあ、プラスに解釈しようと思ったら俺いくらでもできると思っていて、ね、もちろん痛烈にきついこととかね、どんなに多面的に見ても厳しいことももちろん世の中にはあるけれど、多くのことはそういうふうに思うことはできる、自分の糧になっているよねってそうとは思いますので、ぜひそういうふうに思っていただけたら嬉しいです。いいんだよ、気にしていいんだから。そうでも高校生活楽しいんでね。はい、ということでちょっと長くなっちゃったじゃあね、本題に行きましょう。今回はですね、悲しみの、物差しというテーマで喋っていきます。で、今週のダラダラジオに関してはかなり私的な内容です。もう一部の方向けですね。もう15人ぐらいかな、きっと10人ぐらいかな、ある一部の方、多分ね、その10人って俺が思ってる人間の中で多くの方が聞いてると思うので、まあ、私たちのことかなって思うかもしれないんですけどごめんなさい、動画をね完全な私的利用してるんですが、まあ、今週はお許しください。そして先に言っておきます、多分、画面っていうかにも、なんだ、注釈っていうか出てると思うんですけど、今週は割と暗い話というか重たい話になりますので、主張するタイミング、重たい話ってさ下に引っ張られやすいんですよ。そう、ネガティブな言葉とかって下に引っ張りやすいから、だって上に持ち上げるよりもさ下にグッて引っ張るのが簡単でしょ、物事って。だからちょっと聞くタイミング気をつけてください。もしかしたら俺が話した内容によって気分を害する方もいるかと思いますので、ここからはねちょっと皆さんの主張をするかしないかはね任せますが、よろしくお願いします。まあ、あまりこう言葉を隠さずに言うとですね、コロナになってから、特に本当去年、
休校を明けて、まあ、コロナがなかなか収束しない期間からですね、子どもたち、まあ、子どもたちからの相談っていうのは毎年もちろん多くいただいてるんですけど、多くなりました。確実に多くなった。まあ、それはハイチっていう人間が、まあ、去年よりも知られたから、ね、知ってくださってる方が多くなったからっていうのはもちろんあるかもしれないけれども、相談が多くなったなっていうところと、あと重たくなりました内容が。確実にそれは言える。生きるのが辛い、もう死んでしまいたい、人生をやめたいっていう相談は去年に比べればおそらく 4,5 倍には増えている気はします。まあ、ちゃんとカウントはしてないんですけど、で今ですね、まあ、自分のことをよくね、応援してくださってる方が一人、まあ、そういう思いでちょっと今ねこう悩んでいて、でそれをなんか自分のなんか絡みなのかな、分かんないけど LINE かなんかのそのグループっていうのは俺ちょっとあんま使ったことないから分かんないんだけど、グループって LINE であんまほんましたことないんで一回しか作ったことないし、そうだから分かんないんだけど、なんかそこで結構みんながやり取りしてて、で割とねもう今日もさ、多分このダラダラジオを聞いたら死にますみたいなことを言ってる子がいて、 あれだよ、それを聞いてさ、なんかそんなこと言うなよってあのコメント欄叩いちゃダメよ。うん、まあ、いろんな意見があると思うけど、人を叩く場じゃないからね、コメント欄っていうのは。そうで、まあまあ話を戻すと、でそれ多分そのオープンチャット、グループラインっていうのかな、まあ、そこで話をしてるから、それに結構引っ張られてるというか、その救いたいからさ、周りからしたら、で死んでほしくないし当然。そうで俺のところにも来るわけよ、なんとかしてくださいよみたいな。それはちょっと返せてないんだけど、正直多すぎちゃって。そうでね、まあまあそんなことがあったわけだから、今回はそこに関してちょっとね話をしていこうかなと。久々にその自死ってやつね、自分で死ぬってやつよに関してちょっと話をしていきます。で、最近知ってくださった方もいると思うので、もともとですね私はその、自殺願望が強い人間で、まあ、そういうことをしてた人間なんですよ。中学の時に、いじめが辛すぎてもう人生終わりにしたかったんですよね。生きてる意味がわからない、だって俺が一人死んだところで誰も悲しまないしあって思ってたんですよ。はい、今振り返ったらそんなことねってわかるんですよ。わかるけど当時はもうそう思ってて、自分が一人死んだところでこの世の中は何も変わらないし、うん、別に良くないって。で自分が生きててもうこの物体がここにいるだけでも場所を取ってるし邪魔になっちゃうし、で俺がいない方が親はさ楽だろうしとか思ってたから、そうで、まあ、そんな風に思ってたわけですよ。でまあそのさ、生きているのがもう嫌だ、死んでしまいたいって思う理由とかきっかけってのは人それぞれ違う。で今回メインでねそう思ってる方は、その病気というか体のね体調のこともあるから、自分よりももちろん苦しいとは思うし、この先がね、まあ、その病気というかそれがさ一生その先治るかどうかの保証がないから、この苦しみが一生続くんだったらもういいよって、いやなるよなって思うんだよね。で正直俺が中学の時にね、俺は周りに止めてくれる人は一人もいなかったから、まあ俺が言ってなかったから、そういうでこういうのもなかったからね、 LINE みたいなのもなかったから、そうただねちょっとねいいなって思うわけよ、止めてくれる人がいるってこれは俺の勝手な思いな。そうでなんか思ったのが、当時さ、例えば俺がもしあの頃に止めてくれる人がいるとするじゃん、死ぬなよみたいな、生きててくれよってね、なったとしても割とね正直こう割と腹くくるっつうか、まあ本当に腹くくったらもしかしたらそのオープンチャットとかも俺言わなかったかもしれないけど、もう一人勝手に死ぬみたいななっちゃうかもしれないんだけど、でもねそのもういいって決めちゃってる時って結構何言われてもね届かなかったりするんよね。そう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 、で例えば言われるじゃん、死ない、生きてほしいんだよってで思った時に、その嬉しいんだよ、嬉しい面はあるんだけれども、いやお前に俺の何が分かるんって、だからどっかで思っちゃうんだよ心の中で、俺の痛みのどこまでが分かんのお前にっつってね思ってしまう。でそれで思っちゃってる自分にもへこむのよ。そう二重苦まさしくね。そうってなっちゃうから、俺もそうどうだったろうなと思うんだけど、俺は結局あの頃な結局思ったのは、なんでそのいじめてくるやつらのために俺が、だって俺が死んだらと会えたら喜ぶわけよ、わかんないよ、わかんないけどね、そう悲しみはしねえから、あいつ本当に死んだよみたいななるだけだから、いやなんであいつらが喜ぶことしなきゃいけないの、ふざけんなよと思ってあとはまあ死ぬ勇気がなかったってのもちろんあるんだけど、最終的にはね、そうって思ってたんだけどさ、だから俺がここでとにかくわー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 言ったところでそんなに響かんのなと思うんだけど、でもねやっぱりさ、動画でもちょこちょこ言ってるんだけど、改めて言いたいのは、まあ、その子と今 DM でね何回かこうやり取りしてたんだけど、まあその文字媒体、その視覚的な情報じゃなくてやっぱ口で声で届けるじゃなくてここしかないし、
そう、だからまあこれを言ってもさ、その子の心には何も届かんくて、本当にそのままね死を選んでしまう可能性もあるかもしれない、うん、あるかもしれないけど、うん、でもやっぱり言いたいのはやっぱり生きててほしいなって思うわけ。 そう、でその子イベントにも来てくれた子だったから、そう、俺も実際顔に合わせてるし顔覚えてるからさ、そうそう、だからまた普通に話したいなと思うし、でその子教育にも興味あったりするからね、なんか教育で一緒にできたらいいなとか思うわけよ。で今回タイトルが悲しみの物差しっていう風に書いたんだけど、これね、あのその子も自身もそうだし、あの周りの子もうぜひ覚えててほしい。でその全然今回関係ない何の話してんだって思ってる方もぜひ覚えててほしいんだけど、あの何かの感情を測る時の物差しって俺すごい大事にしてる人間で、喜びも悲しみも怒りもそう、まあ、喜怒哀楽ねに関しては物差しが大事っていうのは、あの例えばさっき言ったように下には引っ張られやすい、ネガティブな思いっていうのはネガティブに引っ張られやすいので、自分の中である程度ちゃんと冷静に物事を見てないと、悲しみの本当は何ていうのかな、じゃあ10っていう10で収まるはずの悲しみ量がなぜか50っていう風に受け取ってしまって、で引っ張られるみたいなことも起こるわけよ。あ、まあ具体的に言うとさ、今回その何人かがその子がねあまりにもこう死ぬ死ぬって言ってるからもう一緒に死にますみたいな一人で行かせるのかわいそうですよねみたいなこと言ってる子がいて、まあなんだろう、優しいんだろうねきっとね、気持ちがわからんでもないけど、それは多分悲しみの量を測り間違ってるというか、もうね言い方が悪いかもしれない、でもそう思ったわけ。そう、そうやって、うん、過度な解釈をしてしまうとそうやって引っ張られてしまう。そう、なんだろう、何もハッピーじゃないよねっていう、それ、うん、その子自身が死ぬのももちろんハッピーではないし、俺にとってもハッピーじゃないし、周りにとってもハッピーではない。でその子はもうそれがハッピーだと思ってるから、自分の毎日苦しんでるから、そ苦しみから解放されるって思うからね。そう、でもさ、もう36年生きてるからそう思うんだきっと俺は。そうだからさ、まあ、みんなにさ、そのさ何年経ったらとかさ、本当に具体的な、例えばあと3年我慢したら絶対に解放されるって分かってたらさ、まあ、頑張れると思うよまだ。でもそれを保証できないじゃん、何もできないでしょ俺。医学じゃねえや、医療関係者でもないからさ何も言えないけど、そうだ、保証もないんだけど、でも俺はその13、14の時、あの時にまあ地獄だったわけ、俺なりに地獄だった、すげえ。でその後も、まあ、精神疾患つうかさ、まあそれで20ぐらいまではずっとそんな感じで、社会人になってからも引きずっちゃってたから、まあ、割とまあなんだ、強みじゃねえや、その辛いレベルが高い時低い時はあったけど、でもまあ自分なりには9年ぐらいか苦しんでたんだよずっと、うん、でも36になった今はこんな感じじゃん、そのこんな感じじゃんってみんな伝わってるか分かんないけど、そうだから、あの過去、今の自分から過去を振り返った、ちゃんと物差しとしてちゃんと冷静に見たらそうじゃなかったなっていうのがあるんだけど、まあ、当時って自分が当事者の時ってさそうなっちゃうわけよ。あ、何が言いたいかっていうと、あの辛いっていう、例えば体調のこととか、まあ、見た目のことで苦しんでる方とかもいるからさ、見た目のこととかも変わらないじゃん正直そこまで大きくは。人間が時間経過していった中で、まあ、医療が変わってって変わることもある、何かで変わる可能性はあるけれども、そう変わらない可能性もまあそれなりにあるわけ。でもその中で何が変わるかっていうと、自分の中の解釈は変わるんだよね、うん、だって俺19の時に病気になってもう一生治らないんだよ。ですげえへこんだよ、その入院してる時に看護師さんにもすごい当たっちゃったし、当時当たり散らしてて俺人生終わったと思ったから、なんで俺なのって、なんで俺のこの若い俺がこの病気になんなきゃいけないんつって、あれ腐ったし、うん、でもいいわみたいな、努力しても無駄だよ俺みたいなってなったけど、うん、でもその年々ね、そうやってずっと思ってたけども、徐々に捉え方を変えていって、今はそれを、まあ、ポジティブまでいかないけど、まあいっかって、この体だけどって、この体だけどできることって何なのかなっつって、そう俺一般企業働いてたけどさ、まあ、ちょっとちょいちょいいろんな病気の関係とかで働けない業種があるの、ちょっと実はそうあって、であるんだけど、その中で、まあ、最初営業マン選んだのは、一応営業マンはギリギリいけるかなって、まあ、自分の修行のためにもやりたかったし、で、まあ、なんとかなるかっつって結局なんとかならなくて、7ヶ月8ヶ月でドクターストップで辞めちゃったんだけど、うん、でもさ、だから俺周りの人ができることできないんよ、仕事とか、まあ、他のこともそうだけど、そう当たり前が当たり前じゃないから俺の中では。そうでもこの体だけど、いやこの体恨んだ時もあるけど、でもね、そう
失ったものはあるけど全部失ってないよねって、残ってるものは何なんて、そうっていう風に俺は思って生きてんのよ。そうで、やっぱりそれは、この肉声で伝えたかったなって。そう、今は絶望かもしれんと、ね、俺も絶望だったわと、生き地獄だったし、毎日学校行って廊下でね陰口叩かれてって、まあ分かんない、全部が叩かれてるか分かんないけど、もう俺が錯覚かもしれん。でもね、毎日その女子のね 2,3 人がね廊下にいた時にね、もうね笑われてる気しかしないよ、うわキモいみたいな、デブみたいな、そうだったから、わからん、もうねその答えは、答え合わせもしたくないしいいんだけど、そうだけど俺がやっぱり生きててほしいって、それがね生きててほしいって言われることは苦しいかもしれない、苦しんでめてるのもちょっと分かってるけど、でもやっぱり言わなきゃ気が済まないわけよ。また会いたいしね。で、他の子もそう、周りの子もいい、俺のまだイベントで会ったことない人もいると思うんだけど、俺はね会いてんだわみんなに。そう、それはねやっぱ変わらないの、何を言われようとも。そう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 、まあこういうこと言うとまた本当叩かれるんだけどまあでもいいわそれは、俺が本心だからさ。そう、いろんな話したいし、でもう願わくばよ、願わくばこう今苦しんでたのをさ、数年後また再会して、ね、会えた時に、あの頃こんな感じでしたよねみたいな風に過去を一緒に笑いたいんだよね。そう、みんなが苦しかった今ね、この苦しかったこの時期のことを笑って話せるように俺はなれると思ってんだよ。そうだから、そうしてほしいなってね、まあ、このダラダラジオを聞いたところでどう考えるかわからないね、うん、俺は何も提供できてないから、ただただの36歳のおっさんが思いをね熱く語ってるだけやないかいっつって思ったかもしれないけど、でもそれが俺の本心いい、うーんと思っております。はいまあまあ、それでもね、まあ一部の、まあ、全員が全員、まあこの話じゃないだけじゃないけど、全員が全員納得できる話じゃないだろうし、まあそれでもなんか受け取ってくれたら嬉しいなと思います俺も頑張るからよ。その子には言ったんだけどさ、俺そのなんだ精神病に一回なってて、俺完治はしてないんですよ実は。だから俺この9年間 YouTube やってる間にも精神科かかってた時期あったし、そう今はかかってないですよ、今はかかってないですけど、やっぱりこうなんで生きてるんだろうなって、俺がいなくなってもよくねって思うのってやっぱ多いんですよ実は。俺あんま自己肯定感が高くないので基本的に。そうだって YouTube なんてさ、まあ、教育 YouTuber もそうだけど俺より優秀な人いっぱいいるぜ。そうだから別に俺がいなくなってもって思う気持ちある、これちょっとごめんな嫌な思いしてるかもしれないけど、でも思うのは自由じゃん、思うのは自由だけど、まあ、行動には移さんから、それでも慕ってくれる人が、だから俺よく言うよ取材とかでも、一人でも俺がの動画の活動で、救われるというか役に立ってる人が一人でもいるんだったら続ける価値はあるって、それはずっと思ってる。俺は万人受けはしないから、俺の活動というか俺のこの存在が、この考え方が万人受けはしないのは分かってるから、それでも一人でもいるんだったらやる意味あるだろう俺っつって、そう折れんなよっていうのは毎日言ってる自分に対して。辛いけどね、辛い辛い、やっぱ叩かれるし、今でもねあるけどさ、でもそれはやっぱりその子を含めてこうやって聞いてくださって応援してくださってる方がいるから続けてこれたわけだし、そう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 、だから自分がもし死んで一人でも悲しむ人がいるんだったら、俺は生きてあげてほしいなと思うね、俺もそう思ってるしっていう感じです。はい、何か受け取ってくれはい、ということですいませんとね、重たい話になっちゃったんですが、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回はですねあれなんですよ、9周年前々日かなになります。で、ちょっとまだ予定してないんです、あと決めてないんですけど、なんか今そのフォームの方ねめちゃくちゃ溜まっててなんかそれに生で答えるのもいいかなってちょっと思っている。まあダラダラちょっと別枠にするかもしれないんですけど、まあちょっとそれは企画でやります後々ね。まあそんな感じでもうちょっとで9周年になりますので、9周年祝ってくれもう9年からあんま変わってないけどな、本当にこんな暗い話ばっかしとって申し訳ないんですけど、まあそれでもね応援してやるよっていう方もね、ぜひぜひまた来週のダラダラジオもぜひ聞いてみてください。みんな生きててくれよ本当に、また会おうな。はい、ということで今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。